ボシャボシャ。私、今日はですね、くちなし持ってきましたよと。こちらです。ちょっとぐるっと一周回しましょうか。素材の状態で買ってきて、で、上をね、ずっと放置して、もう今は足元太らせようとね、育ててた上は伸ばしまくりにしてたやつで、ボディもなかなかいい感じに育ってきたんで、今日こいつ上剪定して挿し木しようかなと思い持ってきました。で、上の方はどうなってるかというと、こんな感じです。枝すごいことになってます。もう放置、ひたすら放置。一回植え替えだけしたんですけどね、植え替えだけして、そこからは放置ですね。放置放置でこういう状態。上の枝挿し木すると同時に切り戻して、一回ボディリセットしようかなと思い持ってきました。どこまでリセットするかっていうのが、ね、ちょっと悩ましいポイントではあるんですけど、一回長めに落として、でちょっとずつちょっとずつ追い込んでいこうかなと思います。いやーすごい長い、ごっついの取れました。で、これも挿し木するんで、あ、今ね、雨が続いてるんですよ。この春の梅雨みたいな感じで、1週間ぐらい雨が続くみたいなんで、今まさに雨が続いてる最中、これは挿し木に持ってこいじゃねえかということで、今のタイミングでね、やっちゃうことにしました。ちょうど本当はね、石灰溶合剤でこうぬりぬりしたいとこなんですけど、雨続きで濡れないんですよね、乾かないから。だからどうしようかなと思ってるところに、ちょうどいい素材を見つけて、よし、このタイミングでプチなしやっちゃうかっていうことで持ってきました。プチなしもね、紀陽本丸っていう品種いいなと思ってずっと探してたんですけど、この間紀陽本丸ゲットしてきて、で、ひたすら伸ばして、枝伸ばして伸ばして、枝増やして、樹勢乗せて乗せて、やっとこの挿し木で増やすことができると。紀陽本丸なら増やしてもいいかなと思ったんで、一応増やす対象として、今後じゃんじゃが作っていこうと思ってるやつです。おお、すごいな、結構取れるな。何年放置したんだろう、 2,3 年放置したと思うんですけどね、結構取れる。よよ、すげえっす。刺し穂いっぱいいっぱい、一応刺しとこう、これ2つ用意してるんですけど、足りるかな、思ったより枝多いな。まあ可能な限り頑張っていきましょう、頑張って刺していきましょう。よしよしよし、刻めたか。こう悩ましいな、いいか、これ悩ましいな。うん、これとかはさすがにいっとくか。うん、こうでいいでしょ。 OKOKOK、 適当です、適当です。で、本体が今こうなってますと。これをね、どこまで切り戻すかなんですよね。皆さんならどこで切り戻しますか。今こういう状態なんですけど、まあ、これで終わりにするっていうのも、ね、一つの手だとは思います。それは思うんだけどね、ちょっとね、でかいんですよね。個人的には、まあ、この枝いらないんですよね。この枝なくてもいい、これはなくてもよくて、この辺に芽のたまり場を作ってあげたい。
こっから見るとこの辺り、ここに差し枝が欲しいですよね。ここだからこの付け根、この辺りまでバツッといっちゃってもいいかなって思ってます。この辺りね、バツンと、それでいいと思うんですけど、他の案ないよねっていうのを念のため確認して、もうここに目があるんで、まあ、最悪ここで行くっていうのも一つの手ですけどね。この辺りとかで、それやりすぎか。ここで言うとこの辺りか。まあ別にやりすぎなことはもうないけど、ここでいいじゃんね。ちょっとここが太っちゃってるんですよね。ここ曲が入ってて、ここに一曲入って、ここが癒着しちゃって太っちゃってるところがあるんで、ちょっとな、微妙だなっていう思いはある。ここでいいのか？若干太ってるんですよね。ここでカットしても。頭が。少し太い。一応ね、ここっていう案もなくはないんですよ。ここ。いや、それより上はあんまり考えないでいいって。ここっていうのもね、一つの手かなとは思ってます。ただこれだとちょっとでかいんですよね。ボディが高すぎる。ちっちゃく作りたいんだったら、やっぱもう一段追い込まないといけないですね。その追い込む勇気。いけるか。いける。お前ならいける。いいか。ちょっと欲を出して、この太いところで、差しを取れないかなとか思ったんですけど、無理か。口なし柔らかいからいけっかな。やばい、握力が足りない。いや、勝って無理だ。いや、ここまでめり込んだのに無理だって。うわー、飛んでったー。ちょっと待って、どこ行った？しゃあ、めちゃめちゃ飛んでったやつ。こんな感じの差し穂が取れました。いや、すげえな。硬かったー。口なしもやっぱ中の芯の方はちゃんと硬くなるんですね。ダメだ、これ割れてるわ。ここで割れてましたね。いい素材取れたと思ったけど、これダメだった。ここで割れてた。ここになんか傷跡があったんだな。よし、これでいきましょう。これで刺したいと思います。で、残ったのがこれと。いや、すごい。すごいことになってる。こうね。いや、すげえな。これを削って、もうちょっと綺麗にしてあげたいですね。どこを正面と見立てるか。この枝落とそうかな。でも、念のため取っておきたいんだよな。念のため。こう、なんて言うんだろう。生命維持装置として。はい、一旦ここまで切り戻しました。いや、すごいですね。だいぶちっちゃくなった。こうね、こういう感じです。ここ綺麗ですね。傷が見えない分、やっぱ正面ここかなと思ってたんだけど、傷が見えるようになっちゃいましたね。
どうしてもね、お太いところを落としたいと思ったらこういう角度で削らざるを得なかった。で、この辺に芽が出てるんで、こいつとあとこの枝ね、これは今の立ち上がりの形としてはいらない枝なんですけど、生命維持装置として一応置いとく、念のため置いとくことにします。で、ちょいとナイフで切り口をきれいにして融合剤塗って終わりにしようかな。すごいですね、年輪が見える。結構な年数経ってますね。 1,2,3,1,2,3,4,5,6,7,8 ぐらい、わかんないけど、だいたい8年ぐらいかな、年輪的には。融合剤塗ってきます。はい、軽く足元掃除してこんな感じになりましたよと。粘りがもう少しですね、もうちょっとうまく育ってほしい。発泡粘りでこういうの削りたいですね、いらない根っこ。よし、まあ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 、まあ、一旦この状態で、まあ、根っこは豊富に生えてると思うんで、また今年春からギューンと伸びて、まあ、この傷巻きつつ枝数作ってなんとか形にしていければなと思います。いい感じの口なし素材取れました。よし、じゃあ残ったこの枝たちをしっかり挿し木していきましょい。はい、完了。2つの刺しとこパンパンに刺しときました。よし、これで口なしの素材もね増えてくれるとまたこれからね楽しくなると思うんですけどね。はい、メインはこいつで、これから取れた刺し穂たちがこんだけ刺さりましたよと。はい、じゃあそんな感じで本日の作業は以上です。